自転車トラック16年リオオリンピック女子ニュージーランド代表ボドモア選手急死、24歳、死因は非公表ということで、ニュージーランドオリンピック委員会は自転車トラック種目の16年リオオリンピック女子代表、オリビア、ボドモア選手が、9日に急死したと発表したと、24歳だった、死因は非公表だが、地元警察によると自宅から連絡を受けて遺体を発見したという。最近 SNS にはトップ選手の重圧に関する投稿があったと、先日8日に一緒にスノーボードを楽しんだというボード男子オリンピック金メダリストのエリック・マレー氏は複数のオリンピック選手からメンタルヘルスの相談を受けていたと明かしたということで、まあ24歳、休止ということなんですけども、周りにはね、やっぱり計り知れないストレスを抱えていたのかなということで、まあこれはオリンピック選手に限らず、まあどんな職業だったり、どんな、社会的な地位であっても、どうしてもこのメンタルヘルスっていう問題を抱えている人は、いますと、まあ多いですよと。で、オリンピック選手が特にその、だからというわけではないんですけれども、まあ、オリンピックのこういう競技に直接関係する方は特に、ね、ストレスを加えやすくて、それに加えて近年では SNS における誹謗中傷などがそれを追い打ちをかけているのじゃないかなと、思いますし、オリンピック選手になることを考えて練習だとかして、まあ、怪我だとか、ね、結果が出なかったりとかして、オリンピックに出なくて、まあいろんな意見自分を追い込んでしまうと、またもやそのオリンピックに出てもなかなか結果ができなく出なくても、そういう SNS とかでも誹謗中傷を受けてもらう、受けて、病んでしまうといった形でね、そういうことが多いので、今回は原因は、ちょっと分かんないんですけども、まあそういったところがあるのかなと、思いますね。ボドモア選手のね、ご冥福をお祈りしますということで、本日のニュースためになった方、チャンネル登録、高評価を出します。では次のニュースでお会いしましょう。それではさようなら。